いらっしゃいませ、ありがとうございます。たくさんのお運びをいただきましてですね、政府のガイダンスに基づいて、この講演は行われております。皆様ありがとうございます舞台が密だろうっていう感じもしないでもないんですけど、まあ皆様には影響ありません。長唄の会第30回目にございまして、本当におめでとうございます。もう2013年からもう30回かかりましたね。これ年に1回でしたら30年経ってるわけでございますからね、まあ、そういうわけもなく30回、行わさせていただきました。この回は、長唄を4曲聴いていただく回でございますが、今日は3曲でございますけれども、わけあってそういうことになりましたけれども、まずは巴役を聴いていただきました。東八景聴いていただきます。それから始業詩をちょっと おしゃべりをしながらちょっとまあ何ていうか面白おかしくいじるみたいなことでね、それしまして、それで休憩挟んで紀州道場ちょっとかってやろうという回でございますけれども、巴役子、さあ巴役子はやりたかったわけです。巴役子はお囃子さんが入らなければ絶対にできないということなんですね。ありましたよね、私と高根さんの食べ罪とのやり取りがね、あれが三味線だけでしたけど、ほんと間抜けまあタタタタタンタンただこれね、ありますでしょ。ですからね、これをやりたかったんです。お囃子さんが入ってくれることがあったら、どっかで巴役をやりたいなと思って、まあでも最後にこう、11月の最後にできたらいいなと思いました。で、巴役を今全曲やりました。踊りでもなかなかやりません。お羽文字っていうとこはないんですけどもね、お囃子さんが入ってないところがあります。これね、最初してこいなってしたね、このおばさん半田雅恵あんな先生がしてこいな、本当はもうちょっとあっさり言うんだそうです。でも少しちょっと悪いですけど、芝居かかっていただけますかと言いましてね、ちょっとやってみました。これは今日もこの長唄の会のこの特別グループね、細谷先生が書いていただきます。これにもう書いてありますけども、踊り手の方が、所作の方が、役者さんが花道からトッ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 とタカ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 ッとこう出てまいりまして、してこいなっていうことですね、それで言います。で、歌のなのだろうね、こちゃんですから、踊りとかその役者歌舞伎団で演奏してるときはしてこいなは役者さんが言ってますから、立て歌は楽なんでございます。やっちゃしてこいんからって歌わないといい。で、このしてこいなで駆けつけるっていうのがあるんですかね。してこいな刀匠の女方1,2,3,4行目ね、息を切ってと駆けつけるね、ところまでありますよ。これね、ずーっと花道の踊りなんですよ、七三で。ずーっと七三で踊ってるんです。でね、で、ということはお客さんもずーっと七三見てるんです。役者さんとか踊りの方を見てます。ね、でもね、近田さん、これね、ものすごい大変なところにして、声だから、ずーっと駆けつけるまで。もうね、大人の人はね、ここが嫌だっちゅうぐらい、ずーっと張り上げなきゃいけない。声、張り上げって歌わなきゃいけないんですよ。それは想像ですけど、ね、そうやって歌わなきゃいけない。なかなか大変な曲です。で、駆けつけてやっと来て、やっと本舞台に上がってきて、女が旦那はなってことになるわけです。これは女が旦那、そこにも書いてございますけれども、うちの旦那はこういういい男なんだよ、こうなんだよ、こうなんだよってことを説明しているやっこさんでございますな。それで、女が旦、1,2,3,4,5,6行目が女が旦那。それから、1,2,6行目の次、おはもじながら去る方へとですね。これ、おしゃもち持って猿が移動してるわけじゃないんですね。ここをやらないんです。ここ。まあ、口説き人で言うんでしょうかね。おはもじながら猿方へ、はむじとなのじと謎かけて、ほどかせたさのやい人へ、とげてうれしき、やーは、下節に、ああままよ、あだ名がどうかどうと、人の噂も七十五日、天とたまらぬと。こういう気持ちがないときは、時間ないのに、こんな喋って出るから。ここやらないんです。ね、今回おはもじながらっていうのはね、恥ずかしながらハの字とナの字の謎かけてハとナじゃない、花じゃないね、花でしょって、ほどかせたてのに八重人へってのはこうなっていいですね。これがパラパラ開かれてね、女の人から言うんですよ。だから私のことを開かせてちょうだいことね。ここだけ2回繰り返すからと思ったよね。でもこれが直した歌詞です。あなた本当はハの字とナの字
史上謎かけてほどかせたさの八重一重っていうのはちょっと色っぽすぎるので直した方がこっち本当はほの字とれの字よね俺ミファソラシドでやるんですけどほの字とれの字の謎かけてつまり惚れるってことですあなたに惚れましたほどかせたさの八重一重じゃなくてほどかせたさの三重の帯よくうまい具合な三重の帯を八重のね八重一重とよく直したなと思いますけどもそういう三重のほどかせたさいほどかせほどほど自らほどくんじゃないってことですよほどかせたいなこの男にというぐらいいい男ですよっていう話ですね惚れられちゃったんだよ惚れられちゃったってことですねいいですねここねもう一回歌ってもらいますかねほどかせねねそれで溶けて嬉しき下節にてんだねああままよはいあだ名がどうだどうとつまり噂がこの人とどうだどうとはい噂は75日ねえ天道たまらんなこれしかしなとねえ梅雨の気はいいの初だからっつってねで言いましたそしてこれはこの女のことを見初めました私はねこの人見初めましたよ見初めたら目が覚めた夢だったんだよこのヤッコさんのんきだね早く旦那のとこ行けないでヤッコさんがいろんな人に話してる話でございますね、ね、そういうことでございまして本調子の見初め見初めて目が覚めたって本調子に飛ぶんですねそのおはもじがないからでもおはもじをやるとこに意味が通じるってことなんですねあまあそれが言いたかったんですよこんな話になりましたそれでまあ結局ねこのともやっこはどっからご主人様のお供をするわけでしょご主人様はあの車の中に行くんですでそれの最初からね結局ねお前ついてくんだよあんた分かりやすいよっしゃ行きますよって言いながらちっと遅れて出かけたかって最初に言っておりますつまり一回もご主人に会ってない会わずじまいあ、合わずつけたり消したりともしたりじゃねえって話で合わずじまいでその面白いヤンコさんだよっていうことで非常に面白い曲でもう次の曲行かないといけない時間で東八景やらないわけにいきませんこれ東八景もまた面白いこれは今お林さんを入れてやりたかった曲でございますでどうしても本当はですからさっきのボリュームはなかなか大変ですから独吟で歌うことはなかったんですから無理って話すなら独吟できないですかと思ったんですけどあのね、やっぱり無理ってやっていただきましたそれで2丁で弾いてみましたでお林さんが入れてねこれなかなか面白い形だと思います今度は東八景今度は須の演奏でございますお歌1人私が竹三味線それから脇三味線の八十郎さんが上調子というねこの何ていうかな浮かれてることを上調子って言いますけどねそうじゃなくてここに「枷」という自分なんだけど自分のものが枷というものをつけてそれでこの枷のこっち側を弾いちゃうと音出ませんからこっち側というね、東八景はね、これ東八景っていうのは、これはほとんどが今までの長岡っていうのは今みたいに所作事のために作られておりますが、これが時代がどん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 後になりますと、鑑賞用に作られるわけですね。鑑賞用に作られた有名な曲、東八景と秋の色草、これを2台を覚えておいていただくと、どっから役に立つ、何も役に立ちませんね。そういう東八景。これは東八景、八景はよく言う八景。八つの景色と言いますが、山のように景色が出てる。ね、これも細谷先生 の読んでいただくと分かりますけどこのすごいのはそこにも書いてありますよねこのただねただいろんなここの景色がいいよって言ってんじゃなくてなんつうの季節と時間が一緒になってるんだってさらっと書いてあるから分かんなかったつまりこれ日本橋ほら橋の日の本の橋っていうね日本橋ですよ日の本の橋のたまとの初霞は朝じゃんね江戸紫のあけぼの染め屋だから朝春いるかなお正月の朝日本橋ねから始まっていろいろありまして煮上がりにありますね遥か彼方のほととぎせあそうじゃ2行目だね2行目御殿山ね、2行目雲の、根元薄くし五所桜桜だから春になると御殿山と品川の方ですよ、ね、で香りに栄一しソロの
蝶、花のかざしを垣間見に行ってね、うとうこう歌の船もここに言いたいこといっぱいあるんですけど、ね、まあ、これまたね、ゆっくりね、じゃあいつゆっくりなんだ、今がゆっくりなんじゃないかって話なんですけど、まあ、見えがりになりまして、遥か彼方のほととぎすくなりますと、初夏でございますな。初夏になりますと、駿河のなあるね、見上がりの次ね、駿河のなあるダイの寄せ井戸ってのはどこ、駿河ダイお茶の水ねえ、取ってきましたね、僕は、お茶の見下ろす岸のいかだ森、お茶の水の駅は皆さんご存知じゃないですか、あの下が堀でしょ、見下ろす岸、ほれ見下ろす岸よ、あそこにいかだ森さんがいたわけで、いかだ森さんがね、日を背負う阿弥陀傘って並んだって話ですよ、日を背負う、いかだ森の人こういう番傘かってこう丸い傘、日を背負うってことは後ろから日が、つまり上から来るね、でこうやってますから、少し上から来る、これをこうなってるのをこうするんだとさね、こうすると阿弥陀如来の後輩に見えるじゃない、ほら感じさねえ、でこれこれ今日教わったの細谷先生、これね私は感動しますから感動、これ見下ろす岸のいかの日を背負うたる阿弥陀傘なんて、この作者に会いたいね、しかしで それが夏です、これがずっとあります、冬までね、で最後は最後あれですよね、あの額の根ともに東映より風が降らする花もみで手に手合わせて帰遷の誓いね、弁財天の見たい、これピンとくる方いらっしゃいますよ、上野忍の池ね、弁財天あそこにあるじゃないね、私あそこでギター弾いて歌ったことありますからね若い時にね、忍ばずの池で終わるというような東八景ね、細谷先生も書いておりました、こういうふうに東京のところで綺麗なところに今まだまだたくさんある、まあ、この当時はそうでしょうけど今だって多分ね、あるんだと思うんです、でそれがこの八景といってこういう曲をやった時に皆さんのそれぞれの八景があるんじゃないかとね、いや八景島の話をしてるんじゃないですよ、私はここがいい、私はここがいい、東京タワーが入る人もいるかもしれない、浅草浅草寺が入るかもしれない、うちの裏庭が入るかもわからないという、おのおのの心の中の八景というのがあるんじゃないかと思いながら聴いていただくとね、実にこれが綺麗な見事な曲でございます、東八景、この後こんなに喋りましたけどね、シュッと弾いてください、で東八景やりますと、その次に住吉の紹介を先ほどちょっとしまして、それで休憩を挟んで紀州道というところになります、言い忘れたことがいっぱいありますが、とりあえずここで幕でございます、ありがとうございました。